ージンンズ今夜 M ステへの意気込みコメントぜひ期待してください。5人揃って M ステに登場するのは今回が初となるニュージーンズは今回2回目の出演をすることになりとても嬉しいですミュージックステーションでは初めての曲を披露しますのでぜひ期待してください。と意気込みをコメント5人はリット ハウスウィートの2曲を披露する予定で、リットについては温かみがあって、ステージを見た時にノスタルジックな魅力を感じられるパフォーマンスです。ハウスウィートについては、全体的にオールドスクールヒップホップをベースにしたグルービー感が特徴的、最後のムーンウォークは皆さんもよく知っている動きかと思いますので、注目してみてくださいとアピールしている。 またメジャーデビュー30周年のゴスペラーズは、週末にライブを控えた金曜日の夜の気持ちをアーティストとオーディエンスの双方の視点で歌った華やかなナンバーフリー。に加えて、今年最も歌われた曲ハモリメドレー、と題して、ドライフラワー、晩餐か怪獣の花歌のカバーを披露。メンバーの酒井雄二はフリ。についてエムステにふさわしい。 金曜の夜の夜歌です週末のコンサートに向けて前乗り前日入りしたり温存したりするひとときはアーティストも観客も同じどちらの立場でも聴ける曲になっていますと語っている。